なんだ、ラブレターでも書いてんのかと思ったら寂しいの。大きにお世話よ。山本さん、まだ恋人ないんだろ。名前切ったら寂しいだろうな。ご親切様、たった一人はあるんでございますのよ。骨だろ。やっぱり女中置いたら。だって母さんと二人きりじゃないの。女中なんて無駄よ。山本さん、かきたまですよ。はい。お父さんからよ。お父さんから何か言ってきた。ユンさんの父親、まとまった金を置くまで何にも書かないのはもっともだよ。それに、お雪には内緒のお金かもしれないからな。私、お金のことは別として、母さんだってだんだん年を取ってくるし。そうそう、それだよ。あ、これ見たかね。
母さんの歌でしょ。うん、いいか。行く都政を我に冷たき人ながら、春苦闘を聞けば恋しい狩り行ける。もう一つあるぞ。来る年も来る年もまた一人いて、誰事を言わぬすべも忘れし。ね、どうだ。そんなにお父さんのこと思い詰めているんですものね。病気でもしなければいいがって心配してるんですよ。じゃあ私ちょっと出かけてきますけどね。おじさんとよく相談してね。お父さんを早く呼び戻すようにしなきゃダメよ。え、じゃあちょっと行ってきます。いってらっしゃい。じゃああなたお願いしますよ。うん、ああ。ねえおじさん、別に私母さん避難するわけじゃないけど、お父さんが家にいる間どうしたって母さんがそんなに思ってあげてるようじゃなかったわ。外から帰ってきたって別に着物の面倒を見てあげるわけじゃないし、ろくに口だって聞かないし、まあいい奥さんじゃなかったと思うわ。じゃあシュンさんはどうなんだね。目かけに子供までこしらえて10年も15年も女房や子供をちゃらかしてるじゃないか。え？だから私お父さんだっていい夫だとは思わないわ。そうだよ、そこで相談なんだよ。それに第一、お前と誠二君の話だって早くまとめなくちゃ困るだろ。私のことはどうでもいいんだけど。うまくいったよ。腹にないこと言うもんじゃないよ。お前もお母さんみたいに歌でも読むか。まあ誠二君のお父さんからも話をせいてきてるんだ。君のお父さんのことは知らないもんだから一度会いたいと言ってるんだよ。とにかく行くんならおじさんも何かと相談に乗ってあげるから。え、ありがとう。おばさん遅くからどこいらしたの。やつ今日もすっかり麻雀に来ってね、遊び歩いてるんで。まあおばさんなかなかもだね。それでおじさん怒らないの。いや、わしはなかなか良き夫なんじゃよ。君のお父さんにちょっと見習わしたいね。おじさんも歌でも読んでるんじゃない。歌じゃないがね、わしも近頃声出したもんなんだよ。まあ驚かせから待ってな。まあ何、またシャボテン、それとも小鳥。いやいや、そんなもんじゃないや。この前ネズミ飼ってたことあったわね。おばさん臭いってとってもこぼしてたわよ。あら、美大夫をやってんだよ。何か聞かせようかしら。まあ驚いたわ、おじさんが美大夫やるなんて。何がいいだろうな。そうね、面白くって短いのがいいわ。なるべく朗らかなのをね。美大夫で朗らかなんてのは聞いたこともないが、まあいいや、何かいいとこ一つ聞かせよう。よっ、おととさんやかかさんに別れてからおじさまのお世話になり、お前と一緒に育てられ三つ違いの兄さんと言うて暮らしているうちに情けなやこなさんは我もつかぬ放送で目かいの見えぬその上に真空に煙れど何のその一旦との後の差は一旦たとえ
小石の中、水の底、未来までも夫婦じゃと思うばかりか。これもし。手が離せるのかい？よしてよ、食べたいんじゃないわよ。あのね、ゆうべおじさんの家へ行ったのよ。何の話だった？私にお父さんを連れに行ってこいって言うの。このままじゃ、君だってお母さんだって困るからな。ねえ、母さんの歌ね、この頃ちょいちょい新聞に出るの、読んでる？ああ、読んでるよ。お母さんの読む歌、みんなお父さんへの恋歌ばかりじゃないか。不思議だと思うわ。性格が合わないとか、ひょっかしてるとか言ってるくせに、離れるとあんなに恋しいのかしら。歌なんか書いて儲かるのかい？持ち出しの方が多いくらいよ。だって歌の弟子さんもあるんじゃないか。歌なんてものは弟子を取って教えるもんじゃないんですって。あ、あれをご覧なさい。お弟子さんたちがみんな約束したようにあんなもの持ってくるのよ。へえ。まるで下手な縁日の植木屋よ。水をやる手数だって大変だわ。あの花綺麗だね。あれくれないかね。あんたは何を見ても一番先に食べること考えるのね。だって桜の花や菊の花は食えるんだろ。秋になると菊の葉綺麗で満員になるから、そしたらご馳走するわ。でも、それまで待てなければ、あの浜でもどうぞ。いや、これで結構。ねえ、誠一さんのお父さんは、うちのお父さんが東京にいないことを知らないんですってね。万事、君のおじさんから話してくれてるんだけど、いざという時には君のお父さんにも会わなきゃ具合悪いだろ。そうね。母さんよ。こんにちは。ひどく機嫌が悪いようだね。違うのよ、何かインスピレーションがあったのよ。歌になりそうな。へえ、歌ってインスピレーションでできるのかね。働いたな。ねえ、いらっしゃい。こんにちは。おばさん、なんかインスピレーションってやつがあったの？ええ、今ね、帰ってくる道で見たんですけど、とても心を打たれちゃったの。ええ、何ですか？あのね、若いご夫婦が可愛いお嬢さんのお手手を引いて歩いてきたんですよ。そうしたら、そのお嬢さんが石につまずいて鼻を切ってしまったの。そりゃ赤い燃えてるような色の鼻をなのよ。すると奥さんは綺麗な手でハンカチを裂いてその花をおすげなさるの。その間お父さんはお嬢さんを抱っこして待ってらっしゃるの。へえ、それで歌えるんですか？なんて美しい情景でしょう。夫婦と子との愛情が一つになってまるで絵のように浮き出しているんですよ。私、幸福っていうものをまだまだ目の前へ見せつけられたような心持ちなの。それでインスピレーションだったんですね。
そんな時にこそいい歌ができるのよ。そうですかね。ねえ、キミコ、私困っちゃったのよ。本当に困ったのよ。どうしたの？吉田先生のご子息が、うちへいらっしゃる鎌さんのお嬢さんと結婚なさるんでね。どうしても仲人をしてくれとおっしゃるんだけど、困ってしまったわ。仲人ってものは、夫婦揃った人がやるんでしょ？ええ。だから困るのよ。私も一応お断りしたんだけど、ぜひにっておっしゃるし。お父さんのことは知らないの？ええ、そんな話しませんもの。おばさんの歌読んでも気がつかないのかな。困るわ。本当に困っちまうわ。ごめんください。おばさんにお菓子買ってきたんですよ。そう、ありがとう。母さん、いちご屋さんの番頭さんよ。母親を持ってきたんですって。母さんまた頼んだの？だって月杖には霊界もあるし、笹川先生の出版記念会もあるんだもの。本当に嫌になっちゃうわ。母さん私の気持ちも知らないで。君だってこしらえたらいいじゃないか。あら、そんな余裕うちにあると思ってんの？それともあんたこしらえてくれるっていうの？ああ、こしらえてやってもいいよ。よしてよ。あんた月給いくら取ってるつもりなの？大きなこと言ったって、あたしと10円券違わないじゃないの。悪かったね。月給は10円券は違わなくたって、男と女と違ったら大した違いだよ。まあ、負け惜しみが強いわね。キミコ、どう？母さんさえ良ければ結構だわ。酒井さん、それから黒の裾模様の下絵を1枚頼みたいの。あ、奥様の。ご婚礼に着るんだから少し派手めにね。でも、やぼったいのはダメよ。ええ、もう、よく承知しております。母さん、婚礼って？今の吉田さんの話よ。もしそう決まると、今までのじゃ何個なんでもね。だって、オナコードはできないかもしれないじゃないの。そうね。でも、義理が悪くて本当に困ったわ。とにかく、下絵だけは一枚返ってきてちょうだい。どうしたんだい？だって、母さんあんまりよ。困った困ったって言ってるかと思え、キロリとして着物なんか注文して。仕方がないさ。他に気の紛れようもないから、ついそうなるんだよ。だって私の月給45円よ。ちっ、また月給持ち出すのか。ごめんくださいまし。よろしく頼みますよ。今日は私ずっと家にいるから、おばあさんたち出かけたらどう？おばあさん、今日はね、キミちゃんがご馳走してくれるんだそうですよ。誠一さん、遊びに行きましょう。それがいいわ。今日はお天気がいいから外の方が気持ちがいいわよ。行ってらっしゃい。なんだ、出るのかい？あんたお金いくら持ってる？ちょっと長抜き見せて。あら、倍に持ってるわね。いいわ、今日は合流しちゃいましょうよね。許してもらいたいね。あら、あんたの釜口だけは当てにしてやしないわよ。私だってもっとたくさん持ってるんだから。構えしない、みんな使っちゃうんだから。本当ですか？あら、何見てんの？いや、お天気が変わらしないかと思ってさ。悪いところか、とてもいい人間なのよ。多分そんなたちなんだね。そうよ。だから余計気の毒にも思うの。男なんて奥さんに甘えてもらったり焼いてもらったりしてもらいたいものなのね。時には母親に甘える子供みたいにもなりたいのよ。そんな時に奥さんも母親みたいに旦那様の面倒を見てあげなきゃいけないんだわ。でも母さんにはそれができないのね。知らないんじゃないの。知っててできないのね。
なかなか研究したんだね。私はいい奥さんになる自信があるのよ。あんたになんかちょっともったいないよ。あ、お父さん。え、お父さん。運転手さん、ちょっと止めて。あ、もしもし、お金。何でも感じたことを率直に表現するのがいいんですよ。そうですかね。あなたも少しやってごらんなさい。え、そうですね。じゃあ例えば腹が減ってるって感じを率直に歌うとしたら。せっさん、ちょっとして。一つ研究しています。今日は大変なごちそうなのね。どうしたっていうの？今日は素敵なことがあるのよ。本当に母さんのびっくりすること。じゃあね、おばさん。誠司さん。なんだろうね。どうしたの？素敵なことっていうのはまだなの？もう少し待ってよ。腹が減って気持ち。武士は食われて。どうしたの？キミコ、どうしたっていうの？母さん、言いますわ。言っちゃいますわ。こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。いや。今日はだいぶごちそうが並んでるけど。ええ、なんだかキミコが。ああ、シュンさんが帰ってきたんでごちそうなんだね。どうしたね、シュンさんは。おじさん、どうして？ん？おばさんがあったんだそうだよ。お母さん、言いますわ。お父さんが東京来てるんです。自動車の中から見かけたんです。なんだ、帰ってないのか。そのお母さんが当たってもんだからな。あんまりだわ。お父さん、あんまりだわ。
でもお忙しいご用で東京へ出ておいでになったんだろう。遅くにでも最寄りになるかもしれないよ。そんなってありませんわ。東京いらしたらすぐにも家に寄ってくださるのが本当ですわ。そうだと思う。この様子じゃ帰ってくるか帰ってこないかは分かったもんだ。いいようにされてるんだ。このままずるずるべったりになってしまったら、それこそお父さんの仕事台無しだよ。今のうちにお雪と切れて東京へ帰ってくりゃ、俺たちだってなんとかする。今持ってるものがそっくりあの女にあって、体だけ帰ってくりゃいいんだ。お父さんだって昔ほど良くないったって、月々送金ができるくらいの暮らしだ。だから女だってくっついているんだよ。どうせ下車上がりの女だ。お父さんの経験悪くなりゃ離れるに決まってるよ。別れるには今が一番いい時だ。お客様ですよ。あ、すみません、すまないもんですけど。はい、こんばんは。いや、今帰り。え、あのね、私お父さんとこ行くことにしたの。東京行きながら寄れないなんてあんまりだわ。いつ行くの？明日経つのよ。会社の方いいの？ええ、休暇もらったの。一人で大丈夫かい？大丈夫よ。お雪さんってのきっとしたたかもんだぜ。前だって言われて追い返されちゃダメだぜ。大丈夫、私がっちりやるわよ。そうだ、君は相当がっちりしてるからね。大丈夫だろ。褒めてんの？けなしてんの？あ、紅茶飲むんだったらあそこにあるぜ。紅茶もあるよ。まあ。ねえ、いくらか出さない？お土産買ってきてあげてよ。チェ、その通りがっちりしてんだもんな。キャッチなんかどう？おじさんがくれるって。どの辺なんだい？汽車は長野で降りるんだけど、ずっと山奥なのよ。
なきゃならないかもしれないな。お前たちには気の毒だけど。そんなこと。それよりお父さんがお仕事に成功なさる日が楽しみですわ。いや、当ててみせる。きっと当ててみせる。この子はこの金額に書いたので信用できるもんか。いい加減な山姫に行くだろう。何してんの？母さん、髪切ってるんだよ。髪？姉さん、裁縫やってるんだよ。私、山本の娘のキミコですが。まあ、東京のお嬢様で。お雪さんとおっしゃるのは。はい、私ございます。初めてお目にかかります。まあ、というところようこそ。さあ、汚いところでございますけど、どうぞ。どうもありがとう。
ようこそお尋ねくださいました。突然お伺いいたしまして。一度お目にかかってお詫びもいたしたいと存じておりましたが。お母さん、お母さん、ちょっと失礼させていただきます。東京のお嬢さんって何なの？お父さんの大事な方なの。お父さんの大事なことって何なの？今ね、お前が大きくなると分かるの。ご苦労だったね。お父さん今日は疲れたから早く帰るとおっしゃってましたわ。あ、そう、それはちょうどよかったわ。あのね、東京のお嬢様がお見えになってらっしゃるんだよ。東京のお嬢さんって？いつか話したでしょ。卑弥呼さんって方？そうよ。ちょっとご挨拶してきましょう。さあ、健一も一緒にいらっしゃい。娘と弟でございます。はじめまして。はじめまして。はじめまして。さあ、お前たちはあっち行ってらっしゃい。ごめんくださいまし。ごめんくださいまし。あの、どうぞお楽に。あの、父は山の方でお仕事なんです。もうお帰りになると思います。先日東京で父を見かけました。自動車の中からでしたのですぐ降りて後を追ったんですが、とうとう会えなかったんです。仕事のことで2日ほど東京へ参っておりました。うちへは寄らなかったんですのよ。お寄りするようによく申したんですけど。さあ、皆さん、私を恨んでらっしゃるだろうと思います。私の母の身にもなっていただきたいと思うんです。立派な奥様がおありなの承知でお世話になってるんでございますもの。本当にすまないと思っております。お父さんもあんまりだと思いますわ。そりゃお父さんの気持ちわからないことないんですけど、母のことを考えるとこのままにはしておけないと思うんです。東京のお嬢様って何なの？あのね、お父さんの大事な方なのよ。お父さんの大事な方って？それはね、ケンちゃんが大きくなればわかるの。母さんと同じこと言ってる。ケンイチ、お嬢様をご案内しながらね、お父さんをお迎えに行ってきてちょうだい。途中でお会いになるかもしれませんけど。じゃあちょっと行ってまいります。
嬢さん、何のご用でらしたの？お父さん、何かちょっとご用があるんだそうです。何か心配なことじゃないんですの？いいえ、そんなことはありゃしない。東京のお嬢さんはお父さんの大事な人なんだってね。誰がそんなこと言って？母さんも姉さんも言ってよ。大事な人って何なの？今に大きくなると分かんのよ。来たんだよ。ん？お父さん。おお、君子か。しばらくです。おお、しばらく見ないうちに立派になったな。お父さんもお帰りなくて何よりですわ。あ、ありがとう。遠いところをよくやってきてくれたね。実は私、金一、お父さんたちはブラブラ帰るから、お前先へお帰り。お父さんは一体、私たちのことをどう思ってらっしゃるの？どう思って、それは気にならないじゃないさ。仕事の方さえうまくいけば、きっとお金を送ってやるよ。お金のことを言ってるんじゃありませんわ。この間、東京にいらしたでしょ。ああ、ちょっと仕事のことで。東京までいらして、どうしてうちへ寄ってくださらないんです。なぜ母さんに顔を見せてあげてくださらなかったんです。お父さんが成功なさろうとなさるまいと、そんなことをとやかく言うのはお母さんじゃありませんわ。分かってるよ。それは分かってるよ。20年も連れ添った女だ。お前より私の方が母さんのことはよく知ってるよ。それが知ってるから、それだからなおいけないんだ。なんでですか？母さんは立派な女ですわ。いや、立派すぎるんだよ。その立派すぎるのは俺にはやりきれないの。分かんないわ。つまり苦手なんだよ。後回しにして、今日お父さんを東京連れて帰るためにしたんですからね。俺を連れて帰る？ええ、そうですわ。ねえ、お父さん、お願いです。私と一緒に東京帰ってください。ダメだダメだよ。お父さんにはまだやりかけている仕事があるんだ。お父さんは昔から山間ということばかり考えて失敗してきてるんじゃありませんか。東京帰って一日に商売でもすれば、親子三人くらいなんとか食べていきます。お父さんがおゆきさんと別れてます。渋谷のおじさんだって後押しをするって言ってくださってるんです。いや、ごめんだよ。そのうちに俺だって一山を出てなんとかする。お前たちのことはきっとなんとかする。お金のことを言ってるんじゃありませんったら、私だって稼いでます。ましてお父さんから毎月送ってくださるので、うちの暮らしはそんなに困ってやしません。誰が金を送っている？お父さんが20円、30円って送ってくださるんじゃありませんか。いや、俺は送らないよ。いいえ、送ってくださいます。ついこの間も。いや、俺が送っていたのはだいぶ前だ。変ね。会社だけいつも入れて。いや、おゆきのやってることだな。おゆきさんが？俺が失敗してから、静江と二人で髪をしたり仕立て物をしたりして暮らしを助けていたんだ。いつ
つもお前たちのことを心配してたから俺に内緒で送ってたんだろう。そういう女だよ、おゆきは。自分の娘を女学校にも入れないでお前の学費をこさえていたんだ。第十科高校、昔山城の川島村に義兵という人がありました。生まれは京都でしたが、生まれるとすぐこの村の貧しい家にもらわれてきました。10歳の時養父に死に別れ、それから39年の間体の弱い養母に仕えて一心に孝行を尽くしました。お疲れのようですね。少し飲みましょうか。ああ、頼むかな。家には少しの電池もないので義兵は人に雇われて農業の手伝いなどしてやっと暮らしを立てました。毎朝早く起きて母の食べ物や食物、まあ行儀の悪い姉ちゃん、あのね、東京のお父さんね、さっきうちのお父さんのことお父さんって言ってたよ。あら、まだそんなこと言ってるの？あんたは黙って勉強してればいいの。お嬢様、つまらないもんですけど、お一ついかがです？え、ありがとう。第18課、主婦の務め、幸子は吉田松陰の母であります。松陰の父杉百合之助は、松陰が少年の頃までは家族ばかりでは暮らしを立てることができませんでした。そこで幸子はよく夫を助けて野に出て田畑を耕したり、山に行って滝見を取ったりして、仕事に骨折りも多くあるんですよ。しずね、しずね、はい。お嬢さんとご一緒にお行ってらっしゃい。僕は？お前は後でお父さんとね。うん。すいませんでした。どうなさいましたの？さっき父から聞きました。あなたがお金を送っててくださったこと。まあそんなこと、すみません、知っても知らないで。とんでもない。そんなことお家の方に知っていただきたくはなかったんです。私知っても知らないで。本当のことを言えば、お父さんがあなたに隠してお金を送ってくださるもんだとばかり思っていました。追いつくまで、あなたがこんなに働いて、父を助けていてくださろうと思っていませんでした。私たちが困っているのに、きっと贅沢な真似をしていると思って。ご無理じゃありません。商売をしていた私です。それに、お父様にしたところで、私がなかった。また東京のご親類でも何とかしてくださるだろうと思いますと、お父様をこんなにしたのは私だと身を責めないでございます。でもお嬢様、二人の子があってみますれば、すまないすまないと心で泣きながらも、一日子供の中にたとえ貧乏していても4人で顔を合わせてられる楽しみ。
どうしてもどうしても壊せないでございます。何度もお別れして東京へお返ししようとその話を切り出したこともございましたが、でもこんな失敗しているさなか、今までいろいろとお世話になった方を捨てるなんて私にはどうしてもできません。一生こんな暮らしをしていてもいい、こうやって4人でいられたそう思うんです。それはお父様の身を思う方から見ればバカなことだとお叱りでしょうけど、私としてはこれ以上の望み事はないんでございます。わかりますわ、よく。でも相伴をお返ししなくてはならない方です。せめ子供が一人前になるまでと思っていました。お嬢様にお目にかかって私、もうどうしていいのかわからなくなりました。本当を言うと私、父を連れて帰るつもりではありましたが、そうだと思っておりましたが、でも考えますわ、私が間違っているような気がしてきたんです入れなくちゃダメですわ。そんなものどうしてうちにあったの。男の人はそんなこと知らなくていいんですわ。そんなものいらないだろう。あら、でもお仲人をしたり、それに君子さんのことだってあるんですよ。別にないだろう。これ旅費ですわ。こんなにたくさん。キミコさんのご婚礼の時のもの、何か買ってあげてください。こんな金どうしてあったんだ。静江のお嫁入りにいるのと思って取ってあったんですけど、あとはまたどうにでもなりますわ。心配しないでいいんですよ。ただ、なんだ。ゆうべもあんなにってまたと思いでしょうけど、帰ってきてくださるでしょうね。ほら、よすよ、行くのはやめたよ。あら、行けませんわ。それじゃあ私困りますわ。俺が行く気になったのはお前が頼むからだ。キミコだって一人で帰ると言ってるんだから。すみません、疑ってるわけじゃないんですが。わかるよ、お前の気持ちは。
お父さん、荷造りできまして。どうせお父さんすぐに逃げて帰ってくるんだから、手前のもんだけ持っていけばいいんでしょ。うん、そうさ。じゃあお父さんお四五日拝借していきますわ。ええ、どうぞ。静江さんやケンちゃんはちょっと使いに出しましたの。お父さんがいなくなったらケンちゃん寂しがるでしょうね。うん、俺はやっぱりよしにしようか。またそんなこと。私一人で帰ってもいいのよ。まあお嬢さんまで行けませんわ。とにかく一度連れてってください。東京を出るときはお父さんの首へ縄をつけても引っ張って帰るつもりだったんだけど、ここへ来てなぜお父さんが帰れないかよく分かったんですもの。お父さんはお雪さんがなくちゃダメなのね。ね、お父さん。バカ、そんなこと聞くやつがあるもんか。でもそうよ、お父さんとお雪さんはまるで一人みたいなものよ。うちの母さんにはそれができないのね。うん、お前はどうだね。私はうまくやっていくわ。おお、なかなか自信があるようだね。せちさんは月給は55円だけど、お父さんみたいに山気のないとこがいいわ。はっきりしたことを言うね。帰ってくる汽車の中でなのよ。どこの停車場でだったかしら。私の知らない間にね、お父さんみかんやチョコレートを買ってきてくれたの。私本当言えばそれまでお父さんにそれほど愛着は感じてなかったのよ。でもその時そんなわずかなことで急にお父さんをいつまでもそばに置きたいほど懐かしく感じたの。お雪さんの子供たちを憎く思ったほどだわ。山でお雪さんにお父さんはきっと返すと約束したんだけど、私その時はもう返すまいと決心したわ。それで母さんが何とかしてお父さんを引き止めてくれればいいと思ってんの。お父さんが帰ってきた次の日だわ、私が誘ってやっと3人で遊びに出たの。自動車はないかね。自転車はすぐそこだろ。歩こうよ。無駄だよ。ねえお父さん、遠隔安いのよ。私逃げるもんないんだからちょっと待ってて。ね。ひびこ、あんまりケチなことはお許しなさい。大丈夫よ。ねえお父さん、私映画で覚えたんだけど、こちらあるのよ。ほほう。あれ遠隔じゃないのよ。運転手さんびっくりした顔してたわ。よし、わしがやってみよう。キミコ、歩きましょう。ね、お父さんどこ行きます？そうだな、お父さんはどっかでうまい酒が飲みたいな。お酒は家へ帰ってからでも召し上がれるんですから、何かもっと意義のあることになさったら。
お母さんのおっしゃる通りになったんだから、今度はお父さんの番よ。まだ召し上がるんですか？もうやめようかな。もう少しぐらいいいわよ。その代わり今度は私の言うこと聞いてね。ダメなのね。父さんの気持ちはすっかり田舎にあるんだし、母さんと来たら相変わらず自分のことしか考えてないような態度なんでしょ。やっぱりそんなかね。父さんだって母さんの性質はよく知ってんのよ。偉すぎてやりきれないって言ってんの。どこまで言っても気持ちが溶け合わないんだね。朝だっておかしいのよ、お父さんが。おはようございます。おはようございます。今日もいいお天気で結構です。そういうのよ。まるで奇跡だね。見ようによっちゃ悲劇だわ。そうかもしれないな。あら、帰ってらしたようだわ。おかえりなさい。おかえりなさい。おばさん、またインスピレーションらしいね。お父さん、お控えになったら。そうだな。服を出してもらおうか。あら、服って？まだ時間があるから、今夜の汽車で帰ろう。でもお父さん、それじゃあんまり。お母さん、お母さん、ちょっと静かにしてて。今忘れていた歌の添削をしているんですから。お前たちの話も片付いたし、粉コードも済んだし、もうお父さんの用もないだろう。でも母さん、お父さんお帰りになるっておっしゃってんのよ。あら、そうですか。お帰りになるんですか。すまないが、許してくれ。そうですか。では、どうぞお達者。いや、いろいろお世話になりました。私ちょっとやりかけの仕事がございますから、これで失礼いたします。
ああ、自動車を呼んでもらおうかな。お、こんばんは。しゅんさんはいるかね。ええ、みんないます。君、レンタカーね。ええ、そうです。あ、ちょうどいいや。ちょっと車待ってくんないか。ああ、どっかへお出かけかね。おじさん、お父さん、また山の方へお帰りになるのよ。え、本当かね、シュンさん。はあ、まだ仕事が残してありますんで。シュンさん、あんたはこんな大きな娘があってまだ夢みたいなことを考えてるんですか。私は今日あんたのためにいい仕事の話を持ってきたんだが、そりゃ第二の問題として、あんたは一体このうちのことをどう思ってるんですか。悦子やキミ子が気に入らないんですか。あのおゆきに鼻毛を読まれて、あたら男一匹を台無しにしてしまいなさる気かな。おじさん、いや、言います。一体悦子のどこが悪いんです。10年も苔を守るような定義は今時金屋太鼓で済ましたって、そうザラにあるもんじゃない。今までだってそうです。まるで態度もせずに、ほったらかして、まあこれが貧乏して帰る由もないというならともかく、帰ろうとすればいつだって帰れる身分じゃありませんか。おじさん、おじさんは今、お父さんの旅費のことをおっしゃいましたわね。君子。ごめんなさい。言わない方が本当でした。おじさん、お願いですわ。お父さんを止めないで返してあげてください。お前はまた何てこと言うんだ。お前は、両親揃ってこうやってるのは幸福だと思わないのか。私のためだけを考えれば、そうかもしれませんけど。お父さんはやっぱり帰るのが本当だと思うんです。バカバカしい。お父さん、お帰りになってください。ありがとう。そうさせてくれ。親子して頭がどうかしてる。悦子、悦子、悦子、新さんはまたウィキンとこに帰ると言ってるぞ。人は皆心心ですもの。帰るというのを無理に止められやしません。なんだお前まで。お母さん、お母さん。あ、いいよいいよ。誠司さん、キミ子のことを頼みます。はあ、キミ子、お母さんのことを頼んだよ。止めなさい。お母さんの負けだわ。